大行寺駅のさじ加減っていう食堂で昼ご飯食べてきました。美味しかった。あれで600円の定食ってすごいよな。こっちの物価が安いのか、店としてなんか儲けを全く考えてないのか、そんなことないかな。もうびっくりする内容で安かったです。そんで一駅向こうまで行ってこようと思ったんだけど、何駅だっけ、ああまどろっこしい。ちょっと iPhone 充電中です。大衆山駅、そこまで行ってくるか。片道 1,2 キロだし。あ、そうで、ここのトイレものすごく綺麗で、水洗トイレなんですけど、あのさじ加減のお店作るときに駅にトイレがなかったんで、あのトイレ作ったんだそうです。あのって今映ってないか。で、駅に付属のトイレにしか見えないけど、店のトイレなんだそうです。あ、ここも温泉書いてあるな。しなりひょうたん？暖かいな。柿と柚子か。味噌屋さん、醤油屋さんか。行者注意？どういうこと？ホタルだ。そうだ、音ちゃんと入ってるかどうか見てなかった。大丈夫か。戻りはあっちの道行こうかな。
30。駅はあそこかな。正月やってないよなでもさっきの佐治加減さんがやってて本当良かった。昼ご飯堪能したし、他のお客さんとかお店の人ともだいぶ話をしました。あれ、駅どこだった。向こうか。これか。あそこから大分県じゃないよな。まだ福岡県だよな。古いような新しいような。iPhone この中だ。ツイートするために出すのめんどくさいな。東峰村の端っこ、奥州山駅。この駅員室が使われてないのかな、今は。ないよな。13時26分で、うん、さっき取り過ぎたとは思わないな。ん？あそこ温泉施設みたいな、介護施設みたいな。お、あれ？やっぱ大分県福岡県の境か。日田市は大分県だったかな。
iPhone 持ってくればよかった。出しといていいか。ツイッターで。コミュニティセンター福井なのかな、ボランティアの工夫は綺麗。これはゴールはまだ先って。ああこれは古そう。一旦渡った方がいいかな。さっきツイッターで卒業告してきた椎茸さんという人に、これから小石原の西の駅の方に向かいますとか言いながら、いきなり逆走ってるからな。さっき3時間後ってことは3時ぐらいか。停止する忘れてた。
岩にあれ神様かな仏様かな掘りつけてある、色も塗ってある。後付けの鉄製の階段もかなり古そう。大峰真釈迦堂、あれイノシシよけかな、多分イノシシが出るんだあれ。道あるよな。なぜここにイノシシよけの柵が、柵というか。走ってるのに少し暑くなってきた。あそこにも神社が。山神社、
閉めてみるか。今日はカチカチうるさすぎる。ただあまり閉めすぎると簡単に外れなくなってしまって大変なんですけどね。閉めるんだからこっちをこうか。どうだ。で、このペダル締めたイベント一応後でイベントリストに載せるためにペダル締めた写真どうかな。お、まだ少しなるけどだいぶ軽減された。やっぱペダルか。あれ、これで合流か。いや、合流じゃなくてさっきの道と離れたままこっちの方が登る道入ったのか。ICT 利活用促進施設気になる。なんだこれ。年配の人にパソコンをネットリテラシーとかを高めてもらうためのものかな。なぜ高倉健店。上着脱ぐか。ウィンドブレーカー。ちょっとフェンスを借りして、
商店というか純コンビニみたいなとこちゃんとやってる思ったから。ごちゃごちゃしてる。車もいっぱい、なんか納期の店だ。あ、 GPS バッテリーが小石原まで持つかな。10キロで標高差が300ちょい。入浴のみ歓迎。入浴以外含めると歓迎しないみたいな。あ、よくもあるな。専用の建物初めて見たな。まあ実はあちこちあるんだろうけど、ちゃんと表示してあるスクールバス車庫を初めて見ました。車ちょっと多いかな。山の神バス停。
道から離れたところに電気屋さんが、あ、向こうが旧道か。そこならあっちだ。今日は山の方に行くのかな。銀河特捜、銀河特捜、すごい名前。あれ、道これじゃない。あれ、あれ、折り返す道、え、これ、これか。え？あ、いや、あそこに分岐がある。いやー、しかし道か。いや、ない。あれ、道乗ってない。ポイントがある。あ、これ川か。あれ、向こう抜けられない。
これじゃないのかな。違うっぽいな。あと落ちたらシャレがなんだこりゃ。うわっ、ちょっと危ない危ない危ない、ちょっと押していこう。カラスがなんか持ってった。うわ、おお、これだ、地図に載ってる道これだ。え、川渡れるのかこれ。渡らないのか。あとこれ道つながってんのか。GPS 地図上はつながってる。これ私有地の範疇じゃないかな。あの下くぐって。バス停がある。塔の元。東方村外れてる、ここ。増えてるのか、陶器の塔って書いて。
この辺結構ある。この道、いいよな。合ってる合ってる。ポーンタの森、ポーンタ。お、ダゴ汁。そう、彦さんとこもダゴ汁食べたな、彦さんの参道でも。十何年前だか。
純道の駅みたいなのがある。3日からやってるのかな。食料はなんか紙が貼ってあるように見えたけど、ま、休憩は道の駅かな。天気いまいち。まっと日が差さなくなった。しばしば向こう見てる。あ、こっちがポーンタの森か。あ、高波しダゴ汁。下にダゴ汁っていうのは水豚みたいな、水豚プラスケンチ汁かな、豚汁かな、なんかそんなイメージの、あれタゴ汁、いやタゴ汁だ。向こう側になんか小屋が、犬小屋かな、
なんて書いてあるんだこれ。右は旧街道、おっちゃんのなんとかって書いてあるのか。なんとか釜、乗ってないな。まっすぐ行くか。北海道、そこがおっちゃんの国光釜か。なんかお文字が力強すぎて漢字に見えた。寿とか、あ、ちゃんとあそこに書いてあるな。北海道沿い行けるのか。あ、ほんのちょっとだけか。多分トンネルだな、この先は。ていうかこれ旧道しか乗ってないのか。旧道が乗ってないと思ったら旧道の方しか乗ってなかった。じゃあこっち行ってみよう。すぐ合流するし。多分曲がったところがトンネルじゃないかな。切り通してんのか。迷うほどの距離じゃなかったな。あんだけだ。熊本、おっちゃんおっちゃん書いてあるな。これ右のペダルか。
別の店なんだ。道中一つもそうなのかな。あ、それっぽいね。道の駅まで 3.4 キロ。多分標高差は150くらい。熊本だらけだ。から煙が出てる。あ、メディア切れか。違う、バッテリー切れだ。外部バッテリーが下手ったか。いや、途中から給電できてなかったな。じゃあついでに
メディア交換してから再開しよう。周囲にメディアごっこつの溝とかがないのを確認してからやってはいます。んでバッテリーをつないで、で、時刻はちょっと合わせてあんまり見ないんですけど、14時半かも、29分35秒。ついでに、ルークスも外しとくか。こっちの残りは残りが39時間あると出てるのか、これ余裕だな。字は全然違うけど、なんかそれっぽいな。鎌本、鎌峠。鎌床。地名もやっぱり、小石原焼とかから来てんのかな。焼き物から。若干狭いんで歩道行かせてもらいます。
これはハング中、何分ハングしてた、5分か。まあ被害は少ない。まったくもう、しかもこれ改造ファームだからファームアップもできない。どうも街の道から乗ってないのおかしいなと思ってたから。あと標高が一向に上がらないなと思ってたら、それは笑わんわ。上がってきた。あと標高差100。あと15件。どうするか。今の看板の感じからすると
東峰村になって5年どころじゃない感じがするな。10年とか経ってんのかな。宮道結構分かれてる宮道があるな。これは行きたいっていうか全部ほとんど全部来てるな。陶器街道、陶器の塔に元の号と書いて桃源郷か。なるほど。ああでもこれ集落は下の方か。こっち来たらあんまり民家がない。お、雪が残ってる。そういやさっきあの駅の喫茶店の笹加減ってとこのご主人というかおかみさんというにもちょっと少し若いと思うけど、若おかみさんが小石原の方は結構雪が降って、さっきのあの東峰村の
元法師山村の方とは随分気候が違うって言ってました。こっちは結構雪が降るとか。これだったら本当に彦山から来る道も本当に積雪通行止めになってたのかもしれない。これで上に合流かな。よし、すごい平坦に近くなる。作ってるな、こんなとこで。こんなとこでもないけど、意外なとこで梨作ってるとこ多いな。イカ天運動も今日はやってないかな。まあ、食べないけど今は。これで今日の登りはほぼ終わりのはず。あと下るだけだから寒いかな。あ、東峰村の役場はこっちの方にあるのか。いや、これ石原庁舎って書いてあるから両方対等なのかな。中央共同展示場。で、これが道の駅か。あ、そうだ、今ここは途中で切れたっけ。あ、行ってる行ってる。
バイクの人結構いるな。あ、椎茸さんですか。あ、今映ってるんで後で編集しますよ。大丈夫です、ね、ちょうど今着いた空が見てれば分かりますね。よし、じゃあ一旦止めときますかね。あ、大丈夫ですか。